15番タニス・ケルビン、ベンジャミン・アドスト組、アメリカ。若くしてオリンピックメダリストになりました。この世界フィギュアに出場する唯一のオリンピックメダリスト、アメリカからベルビン・アゴスト組です。昨年の世界フィギュアは銅メダルでした。ベルビン・アゴスト組のコンパルソリーダンスが始まりました。まずは1周目に入ります。このアイスダンスという競技、男女2人で滑るという点ではペアと一緒なんですけれども、宮本さん、はい、ペアと違うところ、大きな違いといったらこのアイスダンスは何でしょう。まあ、簡単に言うと1回転を超えるジャンプが入っていないということですね。ジャンプが入っていないということですね、はい、このベルビン・アゴスト組は2005年の世界フィギュアは2位、そして昨年2006年は3位と表彰台に続けて上がっています。そして2周目に入りました。宮本さん、このベルビン・アゴスト組、2人のダンスいかがでしょうか。それこの今のチョクト、今チョクトっていうのをやってるんですけども、綺麗に揃ってますね。ただこの前向いてここからですね、このチェンジエッジが少し浅いような感じがしますね。はい、チェンジエッジが浅いというのは、はい、グネグネしないとダメなんですけども、今ちょっとストレートっぽくなってきましたね。ここの部分ですね、なるべくカーブをはっきりと滑らなきゃいけないですね、はい。ベルビン・アゴスト組のコンパルソリーダンス、演技終了となりました。さあ、この2人満面の笑みで会場のお客さんに挨拶します。でも上半身の動き、ね、表情だとかもう本当にね、はい、見てて楽しそうなので良かったですね。すごいですね。そして、お互い現在は女性のベルビンが22歳、男性アゴスト25歳ということで、非常に油の乗ったチームカップルと。はい、今からまたどんどん上手くなってくるんでしょうね。このアイスダンスという競技はやはり年齢を重ねていけばいくほど味もまた出てくるんですかね。そうですね、一概には言えないですけども、そうなりますかね。ベルビン・アゴスト組のコンパルソリーダンス、振り返ってみて宮本さん、いかがでしたでしょう。この直頭の部分は本当に綺麗ですね。このインサイドも綺麗に乗ってます。このインサイドに乗って、はい、足を置いた時点でもうすでにインサイドにちゃんと乗ってますし、ここも置いた時点でアウトサイドに乗ってますし、これは本当にいいですね、はい、しっかりと傾きが取れてますね。はい、これ本当スローで見るとこんなに倒れてるんやなっていうぐらいですね。まずはテクニカルエレメンツです。テクニカルエレメンツは 18.52、プログラムコンポーネンツは7点台を取っています。 18.65、 コンパルソリーダンスの合計 37.17、 現在の順位はベルビン・アゴスト組2位につけています。